はい、どうもみなさん、こんにちは、えずこです。それでは今回なんですけども、ファミペイで JCB のカードでチャージが可能に、ポサカードの購入や納税でかなりお得にということで、今回はファミペイについてですね、この動画ではファミペイのチャージに JCB ブランドのカードでチャージができるようになりましたよということと、それによってどんな風にお得になるのかということについてお伝えします。もしですね、普段から JCB のブランドのカードを使っている方であれば必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それを行ってみましょう。ということでね、本日かなりツイッター上で話題になっておりました、こちら JCB、ファミマのアプリ JCB でファミペイチャージができるようになりましたよということで、そうなんですよね。これまでですね、ファミペイのチャージは、現金であったりとか銀行口座、そしてクレジットカードであれば、ファミマ T カードでのチャージができてたんですけども、今回はこの JCB のブランドのカードでチャージができるようになったということでございます。これは結構意外でしたね。それでは今回ね、発表された内容を見ていきましょう。サービス概要ということで、ファミペイクレジットカードチャージに登録できるクレジットカードがファミマ T カード、クレジットカードに加えて JCB ブランドのカードもご利用できるようになりましたということでございます。で、今回ね、チャージご利用条件として1000円単位、そして1万円単位でこれらの種類でチャージができるということでございます。1000円からとか2000円からではなくて、1000円単位の場合は3000円からとなります。で、万単位であれば1万円からということですね。そしてチャージに関しての上限とか回数とかね、ここらに出てる通りでございます。今回の内容を踏まえて一番のポイントはここですね。本人認証サービスをご登録されていないクレジットカードは登録できません。詳しくはこちらということで、これ実際にね、タップすると本人認証サービスについての解説が出ております。いわゆるですね、僕の動画でも解説をしている 3D セキュアですね。本人認証サービスとは、インターネット上でお買い物等をされる際、事前にカード会社へ登録したパスワードを入力することで、お客様本人のご利用かどうかを確認して、不正利用を防止することができるサービスですと。ファミペイのクレジットカードチャージは本人認証サービスに登録されているカードのみ登録できますと。本人認証サービスの登録は事前にカード会社の会員ウェブサイト等でお手続きくださいということでございます。この本人認証サービスについてはここにも出てる通り、それぞれ会員のウェブサイトで登録をしていただく必要があるんですけども、調べ方は簡単で、そのカードの名前、スペース、本人認証サービス、設定方法みたいな感じで検索をかけると、この JSecure っていうんですかね、これの設定方法が出てきますので、もしね、設定方法わからない方はそういった感じで検索をかけてみてください。他にもですね、海外発行のカードなど一部のカードは登録できないと。そして、ファイマ T カード、クレジットカードのチャージのご利用条件は上記と異なります。詳しくはこちらということで、ファイマ T カードを使っている方はですね、しっかりとこちらも詳細が出てますので、普段からこっちをメインカードとして使われている方は事前に押さえておいてください。で、チャージ方法に関しては後ほど解説をします。そして、今お伝えした内容を踏まえてなんですけども、そもそもこのファミペイと JCB が連携してどんな風にお得なのかっていうところがちょっと気になると思うんですよ。わかりやすく簡単にお伝えすると、ここにね、ファミペイがあるとしましょう。で、そこからファミペイを使って、とあるお店で決済をすると、その場合ですね、ファミペイの通常の還元率っていうのが 0.5% 還元、200円で1ポイントのファミペイボーナスを受け取ることができます。ここまでは大丈夫だと思うんですけども、今回ですね、この JCB カードが連携できるようになったことによって、例えばこの JCB カードが 1% 還元としましょう。その場合、JCB カードでチャージをする、そしてファミペイで決済することによって、実質 1.5% 還元でお買い物ができるということでございます。これはね、冷静に考えてもめちゃくちゃお得なんじゃないかなと思いますね。でですね、そこだけが優秀ではなくてですね、ここから結構本領発揮してくるんですけども、ファミペイの場合ですね、過去にも動画にしたことがあるんですが、いわゆるそのポサカードをですね、購入することができるんですよ。ポサカードっていうのはここにも出てるような Amazon ギフト券であったりとか、こちら App Store のギフトカード、iTunes カードとかですね、で、楽天のポイントギフトカードとか、あとはバニラビザギフトカードとか、T マネーカードとか、そういったものをですね、購入することができます。で、購入することでこの 0.5% 還元もされるので、おそらく今あるスマホ決済の中でも唯一ポサカードが購入できるスマホ決済の一つとしてね、重宝してる方は中にいらっしゃるのかなというふうに思います。すごいですよね。実質クレジットカードで購入してるようなもんなんですよね。ですけども、ちょっとこれ少しね、ツイッターでも話題になったんですが、おそらくですね、この方法に関したら、いずれ塞がるような可能性も高そうな気もしますよね。これに関したらね、正直ちょっとわかんないです。で、他にもですね、ファミペイの場合は納税も行うこともできますし、もう一つ魅力的なのはもちろんここですね、収納代行ということで、いわゆる自宅にある、電気代とかガス代とか、ファミペイでもし払えるのであれば、決済ができるんですけども、中にはね、この収納代行の中にも、この 0.5% 還元がされないものとかもあったりするので、そうじゃなくてもね、このクレジットカードでチャージしてる分で決済ができるんで、なんちゃかんちゃお得なんじゃないかなというふうに思います。他にもね、こういった使い方がお得ですよとか、そういったことがあればですね、コメントいただけると嬉しいです。でですね、ここからですね、早速、ファインペイにですね、JCB カード、JCB ブランドのカードを設定しましょうという、その前にですね、まず、ご自身の JCB ブランドのカードが、ポイント付与の対象かどうかっていうのを確認することを僕は強くお勧めします。まあ、せっかくね、連携したとはいえど、今お伝えした、この方法が成り立つかどうかっていうのが、やっぱり知っておいた方がいいと思うんですよね。せっかくね、JCB ブランドのカードでチャージしたのに、この 1% 還元とかがなかったらかなりショックなのかなっていうふうに思いますんで、やっぱりね、ここは押さえておいてほしいところではあるんですけども、まあ、僕の場合なんですが、持ってる JCB ブランドのカードがこんな感じとなっております。まあ、大体見たことあるカードばかりだと思うんですが、左上からYahoo!Japan カード、次に楽天カード、こちら楽天のクレジットカードですね。そして左下が JCB カード W オリジナルシリーズ。そして右下が楽天銀行デビットカード。今現時点僕が持ってる JCB ブランドのカードはこれらとなっております。で、これらのカードを使うことによってポイントが付与されるかどうかっていうのをですね、簡単に調べることができるんですけども、せっかくなんで一緒に見ていきましょう。まず Yahoo!Japan カードからなんですけども、ここですね、カード利用をした時の獲得ポイントについて知りたいと。Yahoo!Japan カードのクレジットご利用分につき 1% の T ポイントが貯まりますと。また T ポイント連携店でご提示いただくと T ポイントがさらに貯まりますと。そして、ここにも出てるように、ポイント付与の対象外となる決済もございますということで、例としてですね、PayPay 決済であったりとか、PayPay 残高チャージ、7個クレジットチャージ、まあこれらはね、まあ以前からまあしてたものではあるんですけども、まあ例には出てるので、まあここにも出てないっていうことは、おそらく FinePay のチャージは、今のところは大丈夫なのかなっていうふうに勝手に思ってます。まあ正直これ検証してないのでわかんないんですけども、ここに出てないイコール、いけるのかなというふうに勝手に予想してます。けどちょっとまだわかんないですよね。で、続きまして JCB カード W ですね。JCB カード W を使ってるとこの置き時ポイントってのが溜まるんですけども、で、その集計の対象とならない場合についてということで、次の場合は置き時ポイントの付与の集計の対象となりませんということで、一例が下にずらりと出てはいるんですけども、まあ、今日ですね、このページもかなり話題になっておりまして、早速ここです。ファミペイチャージのご利用分ということで、そうなんですよね。まさかね、JCB カードを JCB が使えるようになったにもかかわらず、JCB カード W を使ってファインペイのチャージは、置き時ポイントの付与の対象外ということでございます。これ結構意外でしたね。まさかね、プロパーカードだと思うんですけども、それがちょっとね、付与の対象外なのはちょっと個人的に意外でございました。続きまして楽天のクレジットカードなんですけども、楽天のクレジットカードの場合に関してはこのページですね、カード利用獲得ポイントの還元率が異なるご利用先ということで、まあ500円ご利用につき1ポイント申請であったりとか、あとは200円につき1ポイント申請であったりとか、あとここですね、ポイント申請対象外の項目ですね。これが楽天のクレジットカードのところなんですけども、いろいろですね、ちょっとこのページ、このところをですね、いろいろ読んでいくと、モバイルスイカとかモバイルスイカ年会費とか、いろいろモバイルパスモのチャージとか出てるんですが、現時点ではファミペイについては出てはないんですよね。なので、おそらく今現時点ではできるであろうかなっていうふうに僕は予想してます。ですけども、これに関してもやっぱり検証はしてないので、確約はできないんですけども、おそらくいけるのかなというふうに思います。で、最後4つ目は楽天銀行ということで、楽天銀行デビットカード僕持ってますんで、それについてのページなんですけども、ここ、デビットカードによる利用代金の引き落としがあったにもかかわらずポイントがついてませんというところのページなんですけども、また、楽天銀行デビットカードでの電子マネーやプリペイドカードへのチャージ、インターネットゲームのコインの購入、この他これらに準ずるものの購入につきましては、2016年9月20日のご利用日分より、ポイント付与の対象外とさせていただきますということで、まあ、今回これがこの電子マネーとか、プリペイドカード、まあ、これらに該当するかどうか、際どいところではあるので、ここに関してもファインペイという風には出てないので、なんとも言えないんですが、ちょっとこれも一つ検証が必要なのかなというふうに思います。ではですね、今お伝えしたこの4種類の中で僕が今回設定したのはこちらの楽天カードを設定してみたいと思います。まずは FinePay のアプリを開いていただきまして、またですね、この FinePay のチャージが白くなっている方はこの FinePay 使うですね、タップしていただくとここに色がつきます。そしてこの FinePay チャージをタップしていただくと、こんな風にレジ、クレジットカード、銀行口座、オートチャージと出てきますので、クレジットカードをタップしていただくと、クレジットカード登録するという項目が出てきますので、これをタップします。カード番号有効期限、セキュリティコードを入力するところが出てきますので、それぞれ入力していただいて、入力ができましたら、このまま次へを進みます。そしたらですね、本人認証サービスへ進みますと、先ほどもね、お伝えしたように、連携するためには、この本人認証サービスが事前に設定が必要ですので、問題なければ、このまま本人認証に進むをタップしてください。ちなみにですね、以前僕、こちらの動画、楽天カードのですね、3D セキュア、JCB の J セキュアですね、その設定をこの動画で解説をしてますので、以上概要欄にリンク貼っておきますんで、まだ設定されてない方は参考にしていただければと思います。で、設定ができた状態で進んでいただくと、この JSecure の画面が出てきまして、ここで設定したパスワードを入力していただきまして、入力に間違いなければこの送信をタップします。そしたらですね、このまま送信タップすると処理中っていう風になりまして、そこからですね、しっかりとこの状態で設定ができたということでございます。ちなみにですね、この入金額のところをタップすると、先ほどもお伝えしたように、とりあえず3000円からチャージできるようになっておりまして、4000、5000円っていう感じでチャージすることができます。なんちゃかんちゃね、連携方法めちゃくちゃ簡単でしたね。ということで、僕の方でとりあえず今回4種類紹介させていただいたところではあるんですけども、その他にもですね、例えばこちら、先日もね、動画にさせていただきました、みんなの銀行の JCB デビット。こちらもですね、PayPay と連携することができまして、その理由としたらですね、このみんなの銀行のですね、本人認証も設定することもできます。連携することもできました。なので、もしみんなの銀行を利用される方は、プレミアム会員の方であれば、おそらく 1% 還元もいけるのかなと思うので、そこもね、試してみてもいいかなと思います。続きまして、こちら、6g ですね。6g の場合は、ビザのブランドもあるんですけども、JCB のブランドもあるんですが、この 6g に関したら、本人認証がないため、設定すること、連携することはできませんので、ここは気をつけてください。6g もね、本人認証サービスが始まればね、かなりね、有力なカードになりそうな感じもします。で、この中で紹介できてないんですけども、au の自分銀行ですね。あれも確か JCB デビットだったので、連携ができるかと思うんですけども、まだちょっと僕試してないのでわかんないです。もしね、されてる方いらっしゃれば教えていただくと嬉しいです。ではですね、本日お伝えした内容を簡単にまとめさせていただくと、今回のお題の通りですね、PayPay に JCB ブランドのカードを連携することができまして、チャージすることができるようになりましたよということ。で、そうすることによって、ポサカードの購入とか納税、そして収納代行がお得になりましたよということですね。ですけども、ポサカードの購入とかに関したらですね、なんちゃかんちゃこのルートめちゃくちゃお得ですので、いずれね、なんかこう、人気になりすぎれば、なんかルールが変わりそうな感じも正直しますね。そしてもう一つ、連携前にですね、そして3つ目は、連携前にですね、そのカード、JCB のブランドのカードが、PayPay の連携、そのチャージをすることの付与の対象かどうか、ポイント付与の対象かどうかをですね、事前に確認することを僕は強くお勧めします。ページにね、今の段階で載ってはないんですけども、いずれまたページが更新されてるっていうこともね、なきにしもあらずなので、そこもね、頭の片隅に入れておくこともいいかなというふうに思います。そんなこんなで今回は、PayPay で JCB カードのブランドを連携することができる、プラス、チャージができるようになりましたよってことについて、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いや今回ね、このニュースを見たときは結構個人的に意外でした。もう、PayPay の場合は、FineMaT カード、クレジットカードの FineMaT カードを使ってチャージができないっていうふうにずっと思ってたんですけども、まさか JCB がね、ここで入ってくるっていうふうにはちょっと正直びっくりしましたね。で、まさかの JCB カード W がですね、ポイント、おきどきポイントの付与対象外だったのは、そこも結構意外でしたね。ぜひですね、今回連携できたことによって、この方法がお得ですよとか、このカードと連携することも結構ありだと思いますよっていうコメントがあればですね、ぜひコメントいただければ嬉しいです。で、今回お伝えさせていただいた PayPay に関するリンク、そして過去ね、僕が楽天カードで、本人認証サービスの設定について解説した動画、こちらのリンクも概要欄貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上でーす。ご視聴どうもありがとうございました。